皆さんこんにちは。バレートレーニングディレクターの猪野圭司です。今回のバレーに役立つテーマは、足を高く上げたい。足を高く上げるにはどうすればいいの？をお伝えしていきます。足を高く上げるためには、もちろんこっち側の足の、例えば前に上げるのであれば、こっちの後ろの柔軟性とかが必要になるんですけれども、今日の話はですね、柔軟性の話というよりかは足を上げるための、筋力のお話です。で、この後ろとかを柔らかくする一つの方法として、簡単にできる筋膜リリースの、エクササイズじゃないな、リリースの方法を動画になって上げておりますので、よければそちらもご覧ください。で、仮にこれがですね、後ろが柔らかくなったとしても、それだけでは足は上がってこないんですよ。なぜかというと、この重たい足をですね、できるだけ、高く上げていくためには、この上げていくための筋力が必要になるわけです。で、この足を上げていくための筋力っていうのは、もちろん筋トレで、鍛えることはできるんですけれども、ちょっと、ややこしいというか、いろいろ大変なので、まずは簡単にですね、どうせレッスンに行くわけですから、レッスンでできる、足を高く上げるための、意識の持ってき方、気をつけ方を、鍛え方ですね、レッスンの中でどう鍛えていくかっていうのを今日はご紹介したいと思います。例えば足をこう上げていく、この角度が、例えばこの辺、この辺までしか上がらない人がいたとします。で、この人にとっては今の高さっていうのが自分にできる限界なわけですね。なんですけど、足をもっと高く上げたいわけなので、自分の限界と思っているところよりも一歩外に出ていかないと、自分が思うような足の上がり方にはなっていかないんですよ。なので、レッスンの時とか、一番多いのは多分デブロッペとかそういうのだと思いますけども、そういう時に自分ができる足の高さのちょっとだけ外、に行くように足を上げていただけると、レッスンを積み重ねていく中で少しずつ足が上がってくるようになるんですね。なので、この辺で足が限界値に来るって人も、ちょっとだけここから足が降りる瞬間にちょっとだけ上げるっていう、ちょっとだけ頑張るっていうところで少しずつ限界を超えていきたいんですよ。で、それを少しずつやっていくことで、自分の限界で上げてたものが少しずつ限界ではなくなってきて、思い通りにその辺まで上がるようになる。そしたら今度はその先にもうちょっと進むという感じでレッスンを受けていくと、レッスンの中で少しずつ足が上がるようになっていくんですね。ただし、ここでちょっと注意していただきたいのが、足を高く上げるといっても、こう足をこう限界を超える瞬間に体がこっちに倒れちゃったりとか、無駄に膝がこう曲がっちゃったりしても、それは限界を超えているっていうことにならないので、あくまでもバレエの自分がこう綺麗に上げたいという形を維持した上で、少しでです、本当に1センチもないな、2ミリ、1ミリっていうレベルでもいいので、本当に綺麗な形を維持したまんま少しだけ限界を超えるっていう風にしていてあげると、レッスンの中で少しずつ足が上がるようになってきますので、ぜひ試してみてください。はい、ということでですね、今日は、足の上げるっていうことに関して、レッスンの中でできる、
意識の向け方、鍛え方をちょっと紹介させていただきました。参考になれば幸いでございます。このような感じで、バレエの役立つブログなども書いておりますので、有力そちらの方もチェックしてみてください。一緒に登録してバレエに詳しくなっていきましょう。ということで、皆さん幸せなハッピーバレエライフ。